2007ジャンデックとは、アメリカ合衆国のアウトサイダーミュージシャンである、スターリン・リチャード・スミスが行っている音楽プロジェクトである。しかし、現在では、ジャンデックのリチャード・スミス自身を指す言葉として使われることが多い。ジャンデックの由来は、英語で1月を意味する、ジャニュアリーに、デックをつけただけで意味はないという。アウトサイダーミュージシャンを紹介したアーウィンチュシドの著書。 ソングズ・イン・ザ・キー・オブ・ゼットアウトサイダー・ミュージックの巨大なる宇宙の翻訳ではヤンデックと表記されている。同書の中ではスターリン・リチャード・スミス自身はジャンデックの発音が正しいとインタビューで答えているが、本章においては一般的に認知されているヤンデックを使用したと記述されている。スターリン・リチャード・スミスは1945年10月26日に テキサス州ヒューストンで生まれた。1978年からラジオや音楽雑誌に自作の曲を収録したレディーホーザハウスという曲名だけが書かれた LP 版を送るようになった。当時ジャンデックの曲を聴いた音楽ライターはギターどころか音楽を知らない人間が作曲したようだ。どの音楽からも影響を見つけることができなかったと話している。ジャケットの写真にはスミス自身や 自宅の写真が使われていた。ただし、当時は写真に写った人物が、スミス本人かどうかは分かっていなかった。その後は、コーウッドインダストリーズという組織を立ち上げ、レコードの通販を開始した。しかし、広告に載っていた連絡先は、支所箱のもので、自宅やコーウッドインダストリーズの住所は掲載されていなかった。1982年に、 女性ボーカルが歌う曲が入ったレコードチェアービサイド A ウィンドウをリリースした。ボーカルの名前は明かされなかったものの、ナンシーシングスという名前の曲が入っていたため、ナンシーという女性が歌ったのではと考えられている。また、同年発表された You ー r e Time to l では、ドラムの曲が収録されていたが、曲名がジョン・プレイズ・ドラムズであったため、 ジョンという人物が演奏したと考えられている。1985年にスピンマガジンという雑誌の電話インタビューにジャンデックの由来を話した。また、ギターのチューニングを知らないのではなく、独自の方法で行っていることを明かした。1999年にテキサス州の新聞社のライターがジャンデックの正体を探るべく調査し、 郵便局の支所箱に通販の申し込み書を取りに来たスミス本人に会うことに成功した。しかしスミスは音楽については何も答えず調査はそこで終わった。スミスは最初の曲を発表した1978年から2004年までの間一最高の場に姿を現さずまたメディアとは上記の2回しか接触しなかった。2004年7月にジャンデックオン コーウッドというジャンデックに関するドキュメンタリー映画が公開された。日本では東京 MX テレビの松島町山未公開映画を見る TV においてジャンデックオンコーウンウッドの放題で2010年7月9日7月16日に放送された。2004年10月にスコットランドのグラスゴーで開催された音楽フェスティバルに予告なしで登場し演奏を行った。 これを機に積極的に世界各国のコンサートに出演するようになった。しかし現在においてもプライベートな情報は明かしておらず、インタビュー等にも応じていない。ありがとうございます。